どうも皆さんこんにちは、ミスター VR です。いやね、今ね渋谷に来てるんですけど、ちょっとね外でこのクエストプロを使ったらどうなるか、これちょっと自分でもね気になっていました。今ね本当に渋谷に来ております。この通りマジでアホみたいな人です。まあでも渋谷はねいろいろ特殊な人がいるんで、まあこのぐらいやっていかないといけないですよね。外でもこのクエストプロが通用するのか、あとねこう日常生活に取り入れられるのか、まあいろいろちょっとやってみようかなと思っています。いろいろ歩いてみたいと思います。とりあえずちょっとねこのまま歩いてみましょう。一応周り見えてるので人にぶつかることはないと思います。ちょっと行ってみましょう。でこれプレイエリアを設定しないとできないんで、ちょっと職質されそうだわこんなやついたら。今ねここに境界線見つかりませんっていうように出てるんで、プレイエリアの外にいると使えないですね。ただ周りは見えてる状態ですよ。スクランブル交差点を渡っていきましょう。全然こういう人混みでもぶつからずに歩けますね。立体的なんで。やばいやつだねこれ。まあこういうねみんなこういうのつけてる時代が来るんで、もう時代の先取りっていうことでやっていきます。もういやまさかこんなものをつけてスクランブル交差点を歩くことになるとは思いませんでしたね。あの全然ぶつかんないし、なんか渋谷でこういうの歩いててもそんなに見られないですよ。センターが入っていきましょう。とりあえずずっとここに境界線が見つかりませんっていうのが出てますね。これ多分プレイエリア設定しないと消えないですね。ちょっとねセンター街抜けたところら辺で実際に操作してみましょうか。顔は見えてないからさまだいいよね。で境界線を設定してみましょう。ちょっとトラッキングがなんか悪いかもしれない。今ねちょっといろいろやってるんですけど、もしかするとここなんか赤外線かなんかが混線しててトラッキングがおかしい可能性がありますね。これちょっと場所移動します。なんか歩きスマホはやめましょうって言ってるんですけど、歩き MR は OK ですよね、これ。でも今、スクランブル交差点からセンター街抜けてきましたけど、全然周りの人は見えますし、まあ、解像度は低いものの、それぐらいはできるっていう感じですかね。ただ周りの人は、自分が周りは見えているか否かわからないから、それはちょっと迷惑かもしれないですね、正直。この辺ならいけるかな？再起動したらいけました。まあ、このようにですね、外でもライブラリが見えております。こんなところでキュービズムをできるっていう感じですね。まあただやっぱり、ここのガーディアンの中じゃないとできないのが、やっぱりね、外での実用性はあまりないかもしれないですね。一つの場所に留まって何かを作業するっていうことがいいかもしれないですね。ちょっとコンビニ行ってみましょう。でもガーディアンを離れるとやっぱりここにメッセージが出るんですけどね。でもガーディアン向こうに開発者モードにするとできるんですが、そのモードだと MR で表示されないんで、そこはやっぱりある程度の範囲内で使うことが考えられてますね。ちょっとコンビニはこれカメラ切ります。はい、ということでね、難なく買えました。まあ生活はできるレベルってことですね。今スタバに来ました。これがやってみたかったんですよ、これね。スタバでクエストプロどうや
これだと、まあ、この辺で、まあこの今一度がね、できればね、よかったんですけど、同じネットワークじゃないといけないっぽいんですよね。これができれば、ここでスクリーン並べて、カタ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 できるっていう、まあ、キーボードとかあれば、できれたんですけど、それが難しいですね。まあ軽いゲームはね、できるんですけど、クエストプロを買ってわざわざ外でゲームをするかっていうと、さすがに微妙なとこあるんで、業務的なことができればいいんですけどね。同じネットワーク内であれば、完全にイマージドとか、バーチャルデスクとか使えるんで、ここかなり実用的になってきますけど、屋外とかになると問題になってきますね。スクランブル交差点になってきました。ここね。そうね、ここで、MR アプリいくつかやってみたいと思います。さっきの場所はやっぱりトラッキングが弱くなってましたね。ここだとなんか周りあまり何もないんで、トラッキングかなり安定してます。これはワールドという10月26日に発売されたばかりの、まあ、ミニマムの Google Earth VR のようなアプリですね。このように Google マップをこの範囲に表示できて、まあ、残念ながらこの録画では見えないんですが、黒い部分はパススルーで見えている状態です。これでマップ上にピンを落とすと、パススルーの範囲がストリートビューの360度の画像に変わります。完全に VR と MR の行き来ができるっていうわけですよね。360度、画像が表示されてます。これはそう、MR に戻る。これこそ MR と VR の境目ですよね。これ東京とかでやると同じ場所でやるとどうなの。おお、ここですよね。あ、ここだ。動きが違う。面白いな。ちょっとあの操作からリアクションはできないですけど、なかなかこれ面白いんじゃないですか。おお、昼に戻った。昼に。これこんなもんですね。あとデメオですね。これも面白い。渋谷でデメオができるのはクエストプロだけ。こんなところでデメオやるかっていう話なんだけど、これがこのデバイスになればみんなこうやって多分やってますよ将来。でスマホでゲームするよりこれの方がリアルなの。周りから何してるかわからない、まあ怪しい人にはあるんですけど、まあ、昔の人からするとスマホなんて見てる人何やってんだって話になりますから、まあ、それがみんなこれを使うようになれば別に違和感なく、うん、使えるんじゃないかなと思いましたね。ということでね、以上でした。一応ハンドトラッキングでも操作できますので、このように、はい、まあコントローラーなしでも操作はできます。このメニュー画面であれば、あと対応しているアプリ、あという感じで、まあ、実用性があったかというとちょっと微妙なところあるんですが、まあ、ゲームはできるので、あとはソフト次第でなんかいろいろとねできるようになっていくとは思います。ここは今後に期待したいところですね。まあなんかこう外でカフェとかで仕事できるとかだったらかなりいいですね。まあ、あとはこれの不自然さで、もう周りの目が結構やばいです。はい。という感じです。ということで今回は以上になります。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。